隣の韓国がやっちまったみたいだな。なになに、一体何があったの？韓国のボギマンの強襲揚陸艦の性能がどえそ公表していたものとは全く違うらしいんだよ。軍事評論家や軍事マニアの間では笑いものにされてるみたいだぜ。また日本と張り合って大きなこと言ったんじゃないの？日本に張り合ったのかどうかはわからないけど、ちょっと面白そうな話になってるよね。韓国海軍の強襲揚陸艦マラドという艦船なんだけどね、2021年6月に就役したんだけど、公表していたスペックとは異なっていて、なんとも幸先が悪い就航記念式になったみたいだよ。最初からスペックを偽って発表してたのか、結果的にそうなってしまったのかでは、話が違ってくるからな。一体どういうところがダメだったのかな？そうだね、今回は強襲揚陸艦マラドとそれに対する韓国政府の対応について見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。韓国海軍の強襲揚陸艦は輸送艦ドクトの同型艦としてマラドが2021年6月に就役したんだ。ドクトの2番艦として就役記念式典が行われたんだけど、せっかくの式典に色々ケチがついてしまったね。このマラドは1番艦ドクトから14年経って就役した2番艦なんだけど、ドクトが基準排水量14,300トン、満載排水量18,800トン、全長185メートル、全幅32メートルに対して、マラドは基準排水量14,500トン、満載排水量19,000トン、全長199メートル、全幅31メートルと一回り大きいサイズになってるんだ。乗組員数はドクトが450名に対してマラドは330名と少人数での運用が可能とされているよ。多少大きくなった程度であんまり違いがなさそうに感じるよな。日本の揚陸艦と比べてはどうなんだ？そうだね、速力だけで比べるならば、両艦とも海上自衛隊の出雲の30ノットと比べると22ノットだから低速だけど、大隅型輸送艦と比べると同じくらいの速力になるね。マラドの飛行甲板には日本の出雲型護衛艦と同じように、ヘリコプターのは着用スポットが5カ所設けられていて、同時に5機のヘリコプターの離発着が可能になっているよ。それと、垂直、短距離離発着機の運用を可能にするために、飛行甲板の耐熱処理が施されているという話なんだけど、その耐熱性能が、オスプレイの発着ができる程度の性能であって、F-35B 戦闘機の離発着に耐えれる程度の耐熱性能があるかどうかは、疑問視されているようなんだよね。その、耐熱性能が当初の性能とは違ったってことなのかな？もともと F-35B 戦闘機を艦載する予定だったんだよね。耐熱性能の不足で F-35B が艦載できないんじゃ話にならないよね。それもそうなんだけど、もちろんそれだけじゃないよ。ヘリコプターの格納スペースも現状のままでは、2、3機艦載できる程度のスペースしか確保されてないみたいで。実際に F-35B を艦載するとなるとかなり大きな改修工事が必要になってくるんじゃないかな。やれやれだな。このままじゃ強襲揚陸艦として運用できないんじゃないか。どこをどう考えて建造したらそうなるんだよ。本当にそうだよね。開発計画の段階でなんでこうなることがわからなかったのか不思議に思うよね。それじゃあもう少しドクトとマドラについて見ていこうか。艦体の大きさ以外での違いは、防御システムの違いがあるよ。ドクトにはオランダ製のゴールキーパーが2機装備されてるんだけど、マドラにはアメリカ製のファランクス2機に変更になってるんだ。ドクトに装備されていたゴールキーパーは甲板上のヘリコプターが、射角に入ると間違って迎撃してしまうという不具合が発生するという、全くシャレにならない欠陥品だったと言われてるんだ。搭載していたミサイルについてもドクトにはアメリカとドイツの共同開発のミサイルが搭載されていたんだけど、マドラには国産ミサイル発射装置が搭載されてるんだ。おいおい、マジかよ、ゴールキーパーら味方のヘリを間違って攻撃してしまうってことか、やばすぎるだろ。まあ当時のゴールキーパーもまずかったんだけど、この洋艦に今後搭載される予定の国産の艦対空ミサイルも色々と話題は尽きないよ。2019年から量産が始まった艦対空ミサイルなんだけど、韓国の独自開発ミサイルなんだよね。このミサイルは開発段階から問題が多くて、性能評価試験では韓国海軍は命中率 90% と公表していたんだけど、試験の基準が、敵の対艦ミサイルの撃墜を想定できる性能にまで達していないことが分かったんだよ。だからさ、一体なんでそんなことになるのかな？開発段階で、そこに気づかないのはおかしいでしょう。そんなの全く兵器として機能していないよね。大体ね、この性能評価試験にも問題があって、対艦ミサイルはレーダーの捕捉を避けるために海面スレスレを航行して接近するんだけど、
この試験では目標を30メートル以上の高度で設定していて、しかもミサイルの速度も通常のミサイルの速度に設定して行われたそうなんだ。試験自体はコンピューターシミュレーションによるものだったんだけど、超低空を飛んできた目標には1発も命中しなかったみたいで、命中率を虚偽の報告を上げたらしいんだよね。この試験結果に関しては韓国国会でも問題になったそうなんだけど、韓国海軍はお粗末な性能しか発揮しないミサイルを開発は完了したと宣言したらしいんだよ。もうめちゃくちゃじゃないかよ。韓国らしいといえば韓国らしいけどよ。こんなんで自国の防衛は大丈夫と言えるのかよ。とても大丈夫とは言えないよね。実際にアメリカでも射程を最大50キロまで伸ばした防衛用の最新鋭の対空ミサイルが開発されているし、日本の護衛艦にもそのミサイルが搭載される予定なんだ。中国のアメリカのミサイルには少し劣るが射程40キロの中距離艦対空ミサイルを搭載している。韓国独自開発のミサイルは、時代遅れの産物で近距離防衛しか役に立たず、国産化にこだわったばっかりに韓国海軍は自ら戦力低下を招いてしまったことになるよね。韓国は隣に世界で最も危ない国があるのに、そんなんで大丈夫？自国開発にこだわらずにアメリカに頼ればこんなことにはならなかったんじゃない。日本に負けたくないのはわかるんだけど、日本に対抗して F-35 戦闘機の導入も予定してるんでしょ。このままですんなり導入から運用までできるのかな？そうだね。韓国は日本の出雲の軽空母化に触発されて、軽空母の建造を決定したんだけど、その開発ノウハウは、ドクトとマラドの運用から得られると言っているようなんだけど、そもそも間違ったノウハウでは軽空母建造も先が思いやられるよね。間違ったノウハウや、また同じようなミスを繰り返すんだよな。実はもう一つ韓国には頭が痛い問題があるんだよね。軽空母が完成し F-35 を運用できるようになったとしても、F-35 戦闘機は一定の飛行時間や飛行距離ごとに大規模なメンテナンスが必要になるんだよね。しかし残念ながら韓国国内にはそれを行える施設や設備がないんだよね。F-35 の整備を行えるのは、国際整備拠点に認定された、アメリカのフォートワース、イタリアのカーメリ、オーストラリア、そして、日本の名古屋の三菱重工業になるんだ。もちろん、韓国から一番近いのは日本だよね。でも、韓国が日本に自国の戦闘機の整備を頼むとは思えないな。となると一番近いのはオーストラリアになるのか。それでもわざわざオーストラリアまで整備に持っていくのは、現実的じゃないよな。韓国が日本に整備お願いします。って頭を下げる方が現実的じゃないよ。レミもし日本で整備したとしても、絶対に難癖つけてくるから整備依頼は受けるべきじゃないよね。あれだけの最新鋭の装備が詰まった F-35 を整備なしで運用し続けることなんて無理だからね。有事が起きた際に整備不良で使えないじゃ話にならないからさ。揚陸艦、ミサイル、F-35 のメンテナンス、軽空母と韓国は防衛面に関して頭が痛い問題ばかりだね。今後どのように対応していくのか楽しみだね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。いつも見てくれてありがとう。ありがとう。ありが10匹ありがとう。あり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 がとう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 とう。